ただいまから外交・防衛委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。昨日までに三宅慎吾君が委員を辞任され、その補欠として宮崎正夫君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の 条約の締結について承認を求めるの件、ほか2件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官、稲岡信也君ほか、19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 刑を言い渡されたものの移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件専門機関の特権及び免除に関する条約の付属書18の締結について承認を求めるの件及び国際重益事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と 国際重益事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件以上3件を一括して議題といたします3件の説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います